モスター。覗いてみ。怖い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 。明かりの方がまだ怖い。まあそうですね。でも怖いですけどね。下からだから。立ってるから怖い。椅子にこれ座れて顔なかったら。あ、まだこの方がいい。まだいいか、はい、はい、あ、そうです。じゃあ始めます。お願いします。最初に回したチラシは12月にあるイベントで、僕がすごく仲良くしている浅野茂人という、全日本ラッティングの監督で、チームは二度世界に持っていた素晴らしい若者です。で、彼とそのスピリチュアルの世界、神事を含めすごく長く一緒にあり、ラフティングってその水とか風とかね、大地とかに影響するから、その付き合い方も覚えて、それを実際に有効に使い、それで2度世界で優勝した監督なんですよ。で、今現役1回降りたんですけど、来年四国で世界大会が行われるので、もう一回現役復帰してチームを引っ張ってですね、で来週がプレー世界大会をのみたいな形でやるらしいんだけど、もうすごい頑張ってるやつです。で、僕が教えたそのいろんな神に向き合いとか自然の中の付き合い方を教えて、今これとは別にシャーマンワークっていうのを自分でやって、自然の中連れてってね、体感をするワークをやったりしてる素晴らしい若者です。で、彼と2人で新宿だけですけど1回だけの特別イベントをやりますんで、45名しか枠がないですから、早めにお誘いしてあげてください。大事なメッセージを伝えてくれると思います。よろしくお願いします。じゃあ本番に入りますので、今日の資料からします。はい、手前していいですか。半分いただきます。今回の鎌倉合宿の一番大事な目的は、僕はこの地球創生と啓示を2002年で歌ったけど、もうその前からずっと持ってる自分の感覚を含め、自分の魂の役目を含め、やるべきことは分かっていたんですけど、実際に、2016年、動き出して2003年ですけど、実はその全体のみんな一部しか見えてないんですよ、皆さんが。で、その一部ではなくて、本当に、進むべき道の全体像をきちっと説明したいというためにこの時間を取りました。で、今まで誰にも言ってない内容をこれから伝えていきますので、その資料の基本となるものがそれですけど、読むのはどうでもいいですから、ちょっと話した方を集中してね、内容はそこにあるものと見ながらでいいですけど、一番まずちょっと僕の、資料を開けてください。で、5ページですね。西暦と、数え19歳と書いてある1970年とか、これ
僕の年齢なんですけど、要は僕がどういうふうに何を気づき、何を感じてきたかっていうのが全て土台になってます。今ここにいらっしゃる方は一番古くても5年でしょう。で、短い方だと1年でしょう。だから本当にあの見える一部の世界だけで、多分イメージされてここまで参加されてますけど、ちょっと流れかけています。まあもともと僕は生まれた時からいろんなものを感じ取る体質でしたが、ものを判断する要素っていうのはやっぱりまだ子供で分からないんですね。でちょうど19歳、数で19の時に6キロ事件起きました。でこれは、世の中ではその田中角栄の悪い部分ということで、ティーナス名前で、お金がアメリカと賄賂をやったりしてたことが問題になってね、社会的現象になって田中角栄が悪者になりましたけど、実は今あの田中角栄っていう本がすごく売れてるんですよ。僕はこの人は人としてすごく認めてます。なぜかというと、戦後日本が一番弱った時にこの何もない、この日本という国家をどう導くかっていう一番骨格を作った方ですから、簡単に言うと土地を10倍100倍の価値に持ってったんです。でこの小さな土地の価値を上げたことで経済にかなう経済を動かしたんですね。その仕組みを全部作ったのがこの人の構想です、動きですねっていうのがありましたが、ただ6キロ時点が出た理由っていうのは、実はその内部暴露なんですよ。これ、まあ表には出ませんが、このなぜ田中角栄が6キロ事件が後ろの裏のワイルが表に出たかというと、リークしたのはアメリカだからです。良い悪い見方ではないですよ。物の見方を多面的に見てほしいからお伝えしてるんですけど、実は一番そこで関わって利害を得てた人が相手をリークして、この田中角栄を潰しにかかったんです。なぜかというと、ものすごい権力と動きがこの人に集まりすぎたからです。支配者になりかけたんですね。だから常に世の中ってそうなってます。でもう一面大きいのは、この事件の後から、日本中で内部告発が増えました。今この十数年皆さんが、世の中見てても分かると思うけど、ほとんどの社会問題は全部内部告発ですから、実際に今そういうのも出てるでしょ。で前はその内部告発と分からず、でも内部の詳細が、マスコミに流れたんですよ。でこれが良しという風潮今なってます。でこれはもう止められません。昔はある意味闇の力で守られていたんです、現実っていうのは。でもこれが闇が狭まりました。これはいい意味ではあるけども、内部告発というのがどういう意味を持っているかというのは両面性がありますね。だからある意味一つを公開させる力があるっていう面を実は学ばなきゃいけない事件なんですよ。いいですか。でその次に、僕が一番自分の中でメッセージが来たのは、この1995年の阪神・淡路大震災、死者6434名。僕は当時その大英に勤めてましたので、まあ、ちょうど辞める年ぐらいかな、37で辞めましたけど、昔からそのいろいろ地震の危険性っていうのは東南海含めて言われていたでしょ。で大きな地震が起きるんだったら東南海と言われていたはずなのに、突然関西に起きたんですよ。でそれも震源も淡路。でこれはちょっと内側ごとですけど、実際実はこの震源の淡路に僕のかみさんがその日いたんですよ。でちょうど違うビジネスのお勉強会でそこに淡路で、集まっていて、翌日みんな帰る予定をしていたその朝早朝6時何分かなに起きたんだけど、僕はちょうど大学の本社に出勤をしてた、東京のね。で朝のニュースを見た時に、もう丸焼けになった淡路市を見たときに、あ、これはもう全滅だろうと。で、その被害が神戸に行ってたのは知ってたけど、もうすぐ大の本社が神戸なので、主要な店舗がたくさんそこに入るんですよ。だから情報が一斉に入ってきて、すぐ救済チームということで、もうその日から入りましたね。一部の地元の、SV とか、バイヤーたち、本社スタッフですね。で、東京からも、中央に一番大事なところからすぐ結成されて第一陣で行きました。それがもう翌日かな、もうすぐ入りましたね。で現地当時入るにはもう
線路も全部道路も壊れてますから、徒歩で約1時間とか2時間歩かないとそこに着かないんですよ。まずそこの現状を救済するために、動きました。で僕は第2陣で入りました。だからその阪神、今関西の人はほとんど今いないんだけど、その後東日本が起きましたが、実はその阪神の時の実情っていうのはどこにもニュースも出ないんですよ。で僕は、大学の同級生のお父さんが神戸の三宮の真ん前に店を建ててたので、洋服屋さんやってたので、すぐ行ってお話を聞きましたけど、もう街はひどかったですよ。でも本当に人間ってこういうふうになるんだなっていう、その人間の醜さが一番出ました、阪神やばい。でそれはマスコミは絶対出ません、かわいそうな部分しか出ませんが、実は人間って追い込まれるとここまで行くんだなっていうところです。でそのひどさがあったので、必ず両面性が起きます、何か起きると。でそこにいる人方は必死でそれを一生抱えますっていうメッセージが強かったんだけど、なぜ淡路なんだろうってことはずっと分かりませんでした。ただ神事をやった時に、その向かいの神戸にぶち当たるあそこに大事な、海の底、一番命を見せた元からの竜宮、須磨竜宮というのがあってね、そこから人間の命を生み出した場所なんですよっていうのがあって、海の恵みを全部作ったのに人間が埋め立てし壊し、で地球の内部からの実は一番最大の怒りだったんです。でもあれは一部ですよ、綺麗に一本しか行ってませんから。本当はあれが放射状に広がるととてつもない被害だったんです。で当時を経験した大阪の人間に聞くと、実は神戸はボロボロだったんですけど、大阪はその日から普通に居酒屋に混んでました。これが日本人のある意味、特に関西の人方にあるすごくその隣の町との違う隔たりの心です。で全国でマスコミで救済できましたが、いい意味ではね、普通に生活することも一つの救済ではありますけど、僕はその隣の人のうちのことはなんか関係ないぐらいのそのスタンスで生きてる感覚にちょっと驚いたんだけどね。でも実際そうです。で、このことから何をみんな学んだんだろうと思ったけど、実は神事として一番感じたのは、このメッセージはただかわいそうということで残土が残り、で大震災が起きて、大体人間的記憶は3年で消えるんですよ、感情も。なので、本当に一部その後はどうなったかも知りません、みんなも。関西の言い方にするとすぐ分かりますけど、実はあそこが一番良かった神戸の永田地区っていうのは、第三国人ともともといた、部落民の方々の労働が集まってる町だったので、関西の方にとっては実はある意味喜んだんです。あそこかっていうところで、それぐらい、別紙の世界でしたっていう環境下の中で、人がどうもがいて生きていくかっていうのもやっぱありましたね。で僕は全体のこの人間全体にこのメッセージが起きたこの地震を、その一番大事な淡路島で、淡路島神事をやって分かりましたが、あれは命を生み出して6000年前に神をつないだ場所です。その一番大事な場所からいろんなこともありましたが、そこから発信されたエネルギーが神戸に行った理由もはっきりありたっていうことを、どう学んだんだろうと思ってその後は人間を見ていきましたが、全く変わりませんでしたね。かわいそうで終わりました。人間って、こうなんだっていうのが一番ショックでしたね。まだこの時はもう神事は僕は何にもしてませんでしたし、サラリーマン辞めて事業してましたから、現実の世界で生きてて、この世の中の大人たちがどこへこの悲惨な思いを持ってくるのかと思った時に、どん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 ただ記憶から消えていくだけでした。新しいものに変える方向性も大きく動きませんでした。ただここに落ちませんでしたけど、淡路のこの大震災って、この前に、北海道のあそこ大地震があったんですよ、島のなんてお尻通し、あのお尻だけはとても悲惨だったんですけど、あのおかげで救済国と全ての救済方法を学んだんですよ。だから淡路はこの阪神時代すごく救済早かったんです。その体制はありますが、一般の仕方の心はそんなに変わりませんでした。誰かがやってくれるだろう、みんな誰かがやってくれるだろう。で僕がサラリーマンを辞めて
この3年修行が2000年で終わり、そして2002年に地球を救いなさいと啓示を受け取りました。ただ実はここに書きましたけど、地球が、ま、日本が真っ二つに列島が真ん中から割れる映像のビジョンを僕は2回ぐらい見たんですけど、それはこの時じゃなくてもっと前から。でなぜこんなものを見せられるんだろうってずっと分かんなかったけど、それが中央構造線があったりね、いろいろ言われてはいますが、僕だけじゃなくて絶対にこの経験を見てる人がいるはずだと思ったんですよ。きっと何かをしているはずだと思ったんです。で、まあ中央構造線の話は出てますが、このエネルギーに対して動いてる人ってのは誰もいなかったんだけど、まあ、その後沖縄の東島津という男にありました。実は彼も全く同じビジョンを見ていました。なので起きたことを全部自分ごとして捉え、自分に何ができるかを問われて実際に動いた人間なので、彼は今もあらゆる地震のメッセージを先に受け取って大難を消念するという祈りを今もしています。で僕も何度か地震の啓示を受け取った時は全体としてやりましたが、常時そこに意識を向けてしまうと人の喜びにならないです。とても苦しいです。だから僕はもう地震の啓示は自分が受け取らないっていつも言い張って、上とやり取りしてますが、実際には起きます。でたまたま今日今朝ですよね、熊本の阿蘇山が噴火しました。でその前に、周りの地震が起きた時に僕はブログでも何度も出しましたが、噴火を恐れたために、啓示を対応策を出したんです。あれは阿蘇山の意味を知っているからです。阿蘇山は日本の守る大事な女神山なんですよ。あそこはハワイとつながっていて、列島の一番大事な命を守っている最も大事な山なんです。そこの女の怒り、腹の怒りとも言えます。これを出さすと壊してしまうことになるので、だから何とか収めるためのことをやりましたが、今日この合宿の朝に噴火しました。でも少ないです。まずこの後がどうなるか分かりません。で地震収めの祈りは別に特にしませんが、僕は全て自然界はこの人間をあらゆる形で解いてきます。他人事なんてあるわけがないということを一番僕は思っていて動いているんだけど、ついついみんなその目先のことに行ってしまいますね。自分はどうしよう、自分の家族はどうしよう、あそこにいるお友達どうしよう、そんな段階ではないです。で日本が問われるということは世界の人類が問われていると同じなんですよ。だからそこまで知っているから日本を守るって言ってやってるんですが、まあ、そこで降りたその地球創生の啓示のビジョンを、まあ、全部全資料その後ろにつけましたけど、一番最初2002年ですよ、今から14年前に全ての啓示をうわーっと言葉で言われたんです。でそれを降りたのを全部自分で書き起こしてしましたが、簡単に言うと人間を解いてます。どうするんだお前たちは、特にこの最も精神性霊性が高い日本人はどうしようと思っているのかを問い続けられました。で絶対この啓示は僕だけじゃなくてたくさん今までにも世界中にも降りてるはずだ、この地球をなんとかせなっていうのは。で調べていた時に言いました。やはり10年周期でとてつもない啓示を降りて日本中を神のメッセージを伝える方々が2チームありました。そこに関わった方々。当時インターネットも何もない時代です。本当に神の思いをただメッセージとして伝える、まあ、1人は巫女だったみたいですね。女性が全部啓示を取って、その仲間十数名が日本中をラウンドしながら講演をし続けて、人間が変わるためのことを伝え続けてしまっていました。もっと古い時代ではしつけ神事もそうです。ずっと問い続けられていることは一緒です。でも人間は進化して文明が便利になり、何度も思い通りになり、情報も早く回るようになって、全てが共有社会の時間が増えましたが、人間自体が、日本人自体が変わったのかっていうことはいつも僕は冷静に見ていて、これでいいという段階ではまだないですね。そのための最後の3年間、そのビジョンにおいて期間が全部書かれました、言われました。で僕の担当できるのは2030年ぐらいまでです。多分この後、
必ず起こされて同じような動きをする人が出てくるでしょう。必ずそういう柱になる人が出てきます。ただだからこそ今自分の時間でできることをどこまでやりきれるのか、これをやりきれなければ申し訳ないと思って僕はたった一人で始めました。それまでボランティア活動とかいろんなことをしたときに、地球を愛して世界を愛して人類平和を言う人がたくさんいたので、この地球創生の全部コピーをしてたくさんの人に渡しました。誰一人動きませんでした。14年前ですか。でも一人で僕はやると決めたので動き始めました。本当のこと言うと、この地球をここまで破壊しているのは、今も破壊し続けますよ。山を削り、海を汚し、川を汚し、この汚すことに対してしているのは人間だから、一番最初の宣言は僕は地球は救うけど人間は救わないって決めたんです。また新しく魂転生して一からやり直せばいいぐらいに思ってます。自分は人間だけど自分も含めてそれぐらいの覚悟でやります。でそれを始めてった何年かの時に沖縄ですね、沖縄の出会いで沖縄の女性たちの祈りをする人方が、どんなに苦しくてもどんなにお金がなくても食べ物がなくても命をつなぐことに真剣に祈り続けてきて、それが沖縄のことだけじゃなくて大和版も祈り、社会版も祈る神の人方にたくさん出会ったんですよ。その時に、いや、沖縄を潰した大和の人たちの命も、日本を攻めてきた海外の人たちのその人たちの命も、すべての人たちを、人の命がつながることを祈る人方がたくさんいたってことを知った時に、なんと愚かなんだろうと自分が思って、人間を救うってことをもう一回神に宣言し直させられましたね。これ神に言われたんですけど、私たちは人間を信じているんだけど、信じて今も守っているんだけども、あなたがどうして人間を信じないんですかと言われました。言われました。ものすごく悔しかったですね。人間を信じれないのも信じるのも自分の心次第なんだ。だから最も悔しいし今も汚している。だったら汚しと以上にきれいにする人が増えればいい。ゴミを捨てる人がいたら拾う人を増やせばいい。悲しみと苦しみを嘆きわめく人が多いんだったら、大丈夫だよ、道はこっち行けば大丈夫だという人が増えればいい。その人を増やすために自分にできることをしようと思いました。神事をしたくて僕は始めたんじゃないですから、人間をこの継続をさせるために、それに必要な人たちに目覚めてほしいから。自分のことで必死な若い時はいいです。自分のために金を稼いでしたいことしていいです。でも何か大切なものを守るということを思った時に、最初は家族でしょう。でも家族って家族だけで生きれませんよね。町内なり親戚なりたくさんの人がいないと家族も守られないですよね。会社もなきゃいけないですよね。全てがないと家族さえ生き残れないですよ。どんな人でも、好きな人でも嫌いな人でも受け入れていかなきゃいけないです。それぐらい大きな人が増えなければ、こんな利害の戦いの世界で生きている小さな人間は一瞬で吹き飛びます。だから絶対それが分かる人がいると思って僕はやってきました。今までやって神事のほとんどは、みんながあそこ気になる、ここが気になる、念の場所に連れて行かれて苦しみを愛に変えるための真理をずっとしてきました。北海道でやった真理と沖縄でやった真理のほとんど僕は自然神真理で、人間の念には触りませんでした。本州に入って一番ひどい年に触りました。本当はやりたくなかったです。2009年に富士山、白山と富士山の神事が終わった後、誰かこの過去の思いから変わる愛の発信者がいないのかと思ったけど、苦しみのメッセージしか出さない人が多くて、やらざるを得なくなってやりまして、もうほとんど日本中の過去の天皇家に触るまで、過去の一番下の人間の全ての人間が生きた後の土地の思いは全部大掃除してきました。やっとそれが去年終わったんです。もうこれ以上下がって過去の思いに引っ張られて嘆き悲しむ時代の経験をする必要はないはずなんです。もしあるとしたら自分自身でしょう。これからは
どんなに苦しい経験をしてきた人でも喜びを発信する人が増えていかなければ生きてる意味がないと思う。僕はそのためにこの地球創生という活動を始めました。でも一人じゃできません。どんな人もみんな地域に住んで生きている。そこに気づくための出会いの場を作るために日本中駆けずり回っています。毎月関東関西中部に6年間通った理由もその人たちのつながりを作りたいからです。僕だけの仲間を作りたいんじゃないんです。地域にその輪を作りたかったんです。僕はだって北海道に住んでます。その地域の人たちが地域で助け合いながら新しいものを創造できる仲間、その意識の高いものを現実に作っていける人たちを増やさなければ変わりません。ただネットの世界でバーチャルな情報だけで愛だ平和だって語ったって1ミリも現実は変わりません。現実は現実を動かす人がいなければいけません。僕はそのためにこの地球創生をやってきました。でこの思いはずっとありましたが、ほとんどがみんなが目先のことで右へ左へと振り回されます。でもそれを見守ってくれている神の思いからするとすごく遠いと思います。亡くなった先祖たちの思いからしてもすごく遠いと思います。僕らは希望を発信するために生まれてきたはずです。そのために何ができるかを考えて力を出し合うために出会っているはずです。現実は半分は自分の嫌なこと、半分は嬉しいことが起きるでしょう。でも全ては捉え方ですよね。物にこだわるのか、人にこだわるのか、過去の思いにこだわるのか。でも、最もこだわるべきはこれからでしょ。自分に何ができるか、何を伝え残していかなければいけないのか。自分の子供たちだけじゃなくて、もっと多くの人たちに何を伝え残さなきゃいけないのか。それが一番大事なことでしょ。どこを向いているのか、だと思います。このつながりでちょっとお話をしますが、啓示を何度も受け取りました。啓示というのは聞いた瞬間にもう終わりなんです。全てが事実なんです。受け取りたいわけがないです、こんなもの。でも聞いてしまった人間は責任を問われます。どんなメッセージもですよ。聞いてしまった人間は責任があるんです。だから僕は自分だけに言われたメッセージがあると思ってます。必ず誰かに伝えなきゃいけないメッセージだと思って全てを後悔しています。でも本当に苦しいメッセージだけは受け止める要素がない人には伝えないものもあります。まだこの段階ではこの事実は出せないというのもあります。でも大概は出しています。その中でとても大事なメッセージが、その前に僕2000年の対話の話を載せますけど、言ってきますけど、一人の人間としてその全ての宇宙全部を作ったマスターという意識体と話をした時に、地球を救うには何をしたらいいですか。人間が変わることです。では人間が変わるにはどうすればいいですかって聞くと、破壊する人間よりも新しい創造する人間が増えることですと言われました。そのために自分は何をすればいいですかと聞きました。まずあなたが自分一人でできることをしてください。その行動によってあなたに必要な情報が集まりますし、今後必要な気づきは全て周りから伝わります。何にもなかったです。僕には方法も人もお金も。でもやるって決めました。そしたら14年経って皆さんがいらっしゃいます。人として個人個人がどうかではないです。でもこれがお前が現実になるってことを言い方で言うのかわからないけど、人間が変わらなきゃいけないっていうことは永遠に言われてます。だから進化の3年って言われた2016年から18年まで、ここまでがしか僕は見えてないです、はっきり言って。
19年以降が全く見えないんです。この3年間で人間がもし変わらなければきっと見えない世界のままでしょう。だから必死です。できること全部やると思ってます。だって明日死ぬかもしれないもん。何が起きるかなんて分かんないでしょ。今ある財産どうしようか、今いるこれどうしようかってたくさん生きてたら思うことあるけども、あとあなたあと余命1年だよって言われて何をするか、これ実際に死の宣告をされた人に僕たくさん聞きましたけど、すごく長い3年とか5年って言われるとね、いやしばらくハワイで一人旅とかゆっくり私どっかで休みたいわっていう人が長い時間があればそういう人が多いです。でも短い時間1年以内とか半年以内で宣告された人は皆さんが普通に生きたいって言います。この普通に居続けたい。でもその普通は誰かが守ってるんです。一生懸命その恩返しはしてるんでしょうかね。僕らにできることは、僕最近恩返し言葉をたくさん使うのは、人間を犯してくれてる存在たちに人間は恩返しをしてないと思うんですよ。人から人への恩返しはできる人はいるかもしれませんが、これをしなければいけない時期に来てると思ってます。だから全部一人一人です。だから僕どんな人がいても問いません。それはその人の学びだから。ただ全体としてするべきことは決まってます。人にもこだわりません。やり方にもこだわりません。でも結果ははっきりしています。その先もずっと僕は見せられました。最悪も最高のシーンも全部知っています。ただ変えられると言われました。あなたたちが変われ。だから僕は人間を信じることをもう一回選びました。人は変われるんだ。そして21世紀に入ったらテーマは愛だって言われました。20世紀のね、ほとんど20世紀にみんな生まれた方でしょ。20世紀に愛なんて言葉を使ったら多分お前なんか宗教やってんのってぐらい言われるし、変なやつだって言われますよ。特に男なんか絶対言えなかったよね、こんな言葉。女性たちは愛情を大事に伝えて、お子さんたちの周りも伝えてたけど、情がない愛という言葉を伝える方はほとんどいなかった、ね、愛を探していたって言った方がいいでしょうか。だって20世紀は男性が支配した社会で勝ち負けの競争社会でしたから、勝ったらいいんですよ、全てが。負けた方はいつも苦しみを持っている。でも勝ち続ける人ってなかなかいなくてね、勝った人が突然病気になったり家族崩壊したり、だからみんな勝たなきゃいけないと思っていたけど、でもその結果がそうだったらなりたくないよなって。で正解探しをするけど正解者もほとんどいなくてね、日本を一番ここまで高度成長させたのは団塊の世代の方々ですから。それは田中角栄の日本列島改造論に乗って経済が動き、社会が一斉に意識がそっちに進んだからですよ。でこの方々は確かに素晴らしいものを作ったけど、その残骸として自分の子供たちとの時間を取れず、両親が家を買い、すべての電化製品を買い、朝から晩まで働いているために鍵っ子一人ぼっちの子供が増え、親から愛情をもらってちゃんと教わったことがない経験者が多くいて、お金だけはありました。大事なものを教わってないです。人との接点がすごく離れました、親子で。この末路です。で、この一番問題を抱えているのは団塊世代 BB です。今の45でも。その前の世代、今の75歳以上の方々は、日本人の精神性は一本です。明治の時代、昭和の初期まで。天皇一本として、戦争もそうですが、清国日本という一本の精神性だけで日本人をまとまっていました。ただ戦後、便利な自由社会と自由と選択を許されましたよね。個人の子が、親から離れて出て自分の好きなことをしていいという時代になりましたよね。
みんなどんどん好きなことしまして、そしたらどんどん一番大事な人のつながりが薄れ、コミュニケーションが薄れ、ここに対してものすごい大きなビジネスが日本中にできましたが、人としてほんのちょっとおばあちゃん方の世代まで持っていた素晴らしいものが、世界から今一番注目されている和の心とか素晴らしいものを持っている日本人が一番伝えられなくなってて、それを探している。で、この愛というテーマは別に僕だけの手じゃなく、世界中のメッセンジャーたちが受け取って発信しました。これは大元から一斉に発信されたからです。世界中が愛がテーマで動いています。でも西洋の愛と日本でいう愛は違います。その先端を言っているのは日本のはずです。そこには和の心が文化があり、もともと日本人がいないこの土地に、先住民の土地にたくさんの民が来て、日本人という国家を作り、精神性のまとめを作ってきたんですよ、2000年直後。それが崩れるか崩れないかです。そのギリギリです。たまに日本なんかなくなってもいいんじゃないかという人もいます。世界中の民が一斉に押し寄せてきますよ。一つも守れなくなりますよ。国家を守ることも、守るってこともすごい大事です。だから守るってことも、奪われている文化も一番学んでいるのは沖縄の方です。なぜ沖縄の部分がこんな十何年も続いているかというと、みんなお母さんの土地に行って学びに行ってるはずです。癒されに行くんですよ。でも教わるのは生きる厳しさですよ。それがわからない大和の人は結局何年かで戻ってきます。あの人方が何を大事にしているかを知らないから。それは誰も言わないの。あの人方にとっては普通だから。大和の人はお金があればいいんでしょ。そう言われても仕方がないかもしれない。沖縄はお金がなくても生きていけます。もっと大事なものを知っているから。それは教えてくれません。でも僕は学びました。なので、みんなを沖縄に連れていくのもそうです。思い出してほしいだけです。知らない人はいないはずです。2001年から第一ステージの3年間が始まりました。目覚めのためにアメリカテレビは 9.11 が起きました。すごい世界中でショッキングでしたね。いろんな伝え方をしてますが、これを実は仕掛けたのはアメリカの内部です、政府。僕は一番驚いたんだけど、この9月11日、3日後に札幌のあるカレー屋さんがあるんですけど、とてもちょっと霊性が高いご主人でね、お付き合いは少しあったんだけど、吉岡さん、ちょっと吉岡さんしか見せられないけど、こんな写真があるんだよねって3日後に見せてもらいました。ビルの中からジャンボジェットが向かってくるのを写した写真です。誰が写ってるの、そんなもん。最近少し立証が出てきて、第一段階の爆発は実は飛行機は突っ込んでなくて、ビルに仕掛けられた爆破で崩れてるのがもう立証されてきてるんですよ。2本目のビルの時は作りましたよ。全部内部計画なんです、あれは。なぜかというと、あの当時世界でアメリカが最も全ての権力と軍事力と財力を持ってしまった。正直に言いますが、精神世界でいろいろ流れている情報のフリーメイソンとか世界を牛耳っている存在たちの話は何となくは知っている方いるでしょう。この話について僕ほとんど話をしない理由は、この組織は必要悪とも必要善とも言えるからです。なければノーコントロールで人類が進化することは無理なの。コントロールのために作ったもの、その集結団体。アメリカの国家を作った人も最初のそのメンバーで、その一つは分担としてやったんですが、極端にアメリカに力が偏りすぎた。だから内側から崩壊が起きます。これ以降アメリカはボロボロになってきます。
今もそうです。で、ずっと僕は見ていたの、子供の頃からね。昔はアメリカとソ連の戦いを可能性がすごい問題になっていたし、だから全ての軍事配備もそこを前提に作られてます、日本も。でもソ連が、まあ、ドイツの崩壊があり、ソ連の崩壊があったでしょ。あの瞬間にそこで成り立った経済とバランスが崩れたんですよ。世界リーダーのアメリカも倒れました。簡単なことで誰が次リーダーになるのって、日本しかないんですよ。精神性リーダーで引っ張っていけば日本人しかないんです。もし日本がやらなかったら中国がなるんですよ。あの独立個人文化のあの国家が、あそこに共存意識はないですから。同居から教わってる文化なのにアメリカ文化だけ取り入れて、個人主義が最も強いので、一つのものはあそこにないんです。実際経済はもう超えてますよね、日本はね。最も恐れてるんです。別に一番になりたいとは思ってません。ただ教え導くべき大事なものを最も持ってるのは日本人しかいないんですよ。世界で失敗した経験を最も持ってる国家が、国民が日本人なんです。だから教え導くことができるんです。アメリカの建国と北海道の統一はほとんど変わりませんから、百数十年経ってませんから。だから調子こいたんですよ、簡単に言うと。日本人の精神性が立たなければ確実に飲み込まれます。精神世界の戦いも実際はあります。浸透したくさんしてきます。20年ぐらい前、日本にこんなに洋物のスピリチュアル系のものがなかった。でも、まあ、これ具体的に出して申し訳ないけど、日本の気、元気の気っていうのをアメリカでは研究して逆輸入したスクールが日本中にすごく流行ってますね。どんどん日本から勉強した人が言葉上手にビジネス上手にたくさんしています。でも日本人にとったらもともとあった普通のことです。それをすごいと思って日本人が一番勉強しています。なんて僕は愚かなんだと思うんだけど、思い出せないでしょうね、一番大事なものね。2002年になると、僕はこの地球創生の啓示を受け取りました。同時に世界のひな形であるというのを見せられ、北海道は北アメリカ、ユーラシア大陸が本州、オーストラリアが四国、アフリカが九州、日本が流体であるというのも同時に分かりました。で、僕はその流体の頭の北海道に生まれ、一番大事な方向性を示すために生まれたんだということは自分で分かりました。土地には土地の役目があると僕はよく言います。その生まれた土地の意味を理解してやってねってことをみんなに伝えたはずです。その土地が好きであれば嫌いだろうが、自分の魂が選んで生み出した場所の意味がある。日本中で信じやって参加した方は知ってるはずです。どんなにふるさとが嫌いだった人でさえも信じやって変わってた方たくさんいるはずです。過去の苦しい思いを変えてったからです。必要なんです。どこも沖縄がなかったら日本の天皇家がないというぐらい、一番大事な一つがあそこのラインにあります。それを守っているものがあそこの民族の方です。その次に入った、九州に入った民が日本のひな形を作った民族国家の始まりです。それから西へ沖始まった日本の天皇家の歴史でしょう。あとはただ住み着いただけの人々ですよ。国家統一なんかされてなかったですよ、まあ。でもたかたか2000年でここまで日本人の精神性をまとめ上げ、国家を確立し、素晴らしいものをしてきたんです、先祖たちが。
その目に膝を、あぐらをかいて、日本人中、日本の心って何ですかって外人聞かれて答えられる日本人が多く、世界中旅はするけど、日本の地元の土地も愛せず、日本も愛せない人、たくさんいます。悔しくて仕方がないです、僕は。北海道はたまたま、全員が自分の生まれ所を捨てた人だったんです。捨てたでもなかったんです。明治政府のせいで、土地を全部取られて、長男しか残さなかったので、長男以外は全部出るしかなかった、そういう姿が並んできました。ブラック民族からお金持ちから、日本中の人方が北海道に住み過ぎました。今で5代です。僕も5代目です。だから新しい文化を作りました。一番それがやりやすいところは北海道です。北海道の人って、各地出身のルーツ圏は全部違うんだけど、北海道ってことに関してから皆さん心が一つになります。すごい野球なんかもう巨人対応はたまにしか知らないところにね、あんな弱いチームが勝つんですよ。高校野球の勝ち、プロの勝ち、もう道民はすごい狂気乱舞ですけど、何にもなかった、自慢できるもの。多分みんなそれぞれの土地、お住まいの生まれるところって素晴らしいものがたくさんあるはずですよね。それを伝えてあげるのも生まれた人しかできない思いがあるじゃないですか。沖縄に行くと本当に自分の生まれる島を愛している人がたくさんいました。自慢されます。なんで大和の人って自分の生まれたところ自慢しないんだろうって。経済発展しなくてもすごく人があったかいだとかさ、たくさんあるのにねっていつも思ってたんだけどね。この啓示を受け取ってから、僕はそれまで自分の霊力修行をして3年修行して終わって、人のためにやると言ってきたけども、もう自分が出会う人とできる限界があるって分かったんです。変な話ですけど、僕それまで5年間ボランティアやって、ヒーリングなりセッションなりカウンセリングなり、あらゆることをできること全部の力を使って奉仕してきた時に、2002年にこれを仕事にするって言った時に誰一人もいませんでした。ただ天にだけ、僕はこれを仕事とするので詳しくください。だって天からいただいた時間でやってるから、それがもしならなかったら僕は違うんだなって、普通にみんなと一緒にお金そこそこ稼いで普通に行きたいと思ったんだけど、本気に僕は現実でこれをやるって決めた時に絶対なるべきだと思ってやってるってやったらなりましたよ。その代わり生きるギリギリの分しかくれませんね。だから当時インターネットもない時代ですから 100% 紹介でした。ホームページも全くないから。でもそこでも生きれるってことは分かりました。自分の思いだけで、信じるものだけで。でも北海道でやってる、ちっちゃな札幌でやってる活動の範疇で、まあ青森まで行きましたけど、こんなことで地球救えないわと思って、絶対今僕が出会ってない人が、素晴らしい人が日本人いるはずだと思うことでホームページを作り、本州に行くことになりました。はい、神事としては北海道の自然史の神事をし、第二ステージで沖縄の導きがあり、2006年まで年の人に愛され、2009年までは北海道、本州、沖縄をつなぐ神事をずっといろいろやってきました。で、最後の一番苦しい東京、関東から関西までの東海道ルートが最も人が死んだ場所なんです。だから最も因縁が強いんです、ここは。だからここに手をつけるのに、2009年に富士山に登り、土地の許可をもらってやって、やっとそれが終わりましたが、東日本が起きて3年経ち、
また同じだなと今見てます。ただこの東院は本当は関東に来るはずでした。はっきり分かったんだけど、一生懸命みんなで動かしました。この刑事を取ってる仲間たちが。今関東に来たら日本が終わるからです。あそこに一極集中しすぎてるんです。だからそれ以降を分散するようになってるでしょ。どこに起きるか分からないってことから、今全部西と東にほとんど大きい会社が頭脳分担してます。でも政治のコントロールと軍備のコントロールはやっぱり関東なんです。これからでしょう。一番最後のこの苦しみの2年終わって、最後2015年まで僕らがやってきたこの過去の苦しみを変える真理が終わったんです。そして16年から18年の3年間が始まって、間もなく終わろうとしています。今年進化の3年と言い続けてます。あと2年で皆さんがどこまで行くかです。どこまでやろうとしているかです。その後も含めて、その話を今日1泊2日でするためにこの時間を取りました。僕が言おうと思うことはこの後も含めてお話をしますが、一番大事なのは皆さんがどうしようと思っているかです。それを膝を詰めて話したいと思いますので、最初に僕が伝えたい部分の思いはここで1回、切ります。で少し休憩を取ってから今度は意見交換の場にしますので、